注意。これらのことが許せる寛大な人はゆっくりしていってね。はじめまして。今回からゆっくり解説動画をしていく霊夢です。マリサだぜ。どうぞよろしくお願いします。このチャンネルはミリタリー関係でいろいろ好きなものを、独断と偏見と余計な部分を多めで紹介するチャンネルなんだぜ。投稿する内容は本当にごったにって感じになっていきそうです。編集は本当に初めてで右も左もわからずに手探りでやっているらしいので温かい目で見守っててほしいのぜ。よろしくなんだぜ。動画の投稿頻度は投稿主の忙しさ次第になりそうです。さて記念すべき初回に解説するものは、旧日本海軍が運用した中島飛行機の艦上偵察機、彩雲だよ。彩雲というと世界的に見ても珍しい艦上偵察機なんだよな。そうなんだよ。艦隊系で偵察といえば水上機という感じが日本ではするけど、世界的に見ると空母の艦上機が掛け持ちで担当していることが多かったんだ。日本海軍も同じで水上機の他に97式艦砲を使っていたよ。しかし大きい海の上では航続距離も速度も微妙だったので、昭和15年に海軍は中島飛行機に高速艦上偵察機計画の内示をしたんだ。この時に計画されたものは N50 と呼ばれていたよ。要求はいつも通りの無茶ぶりだったよ。海軍さんお得意の無茶ぶり精神。要求性能は高度6000メートルで最高速度648キロ、航続距離は過荷重状態で4630キロだよ。4630キロって大体どのぐらいの距離なんだ？東京からミッドウェイ島まで3800キロ、ミャンマーの首都ネイピー島まで4600キロだよ。めちゃくちゃ遠いんだぜ。そんなわけで必要な馬力は2000馬力と計算されたよ。そんな馬力出せるエンジンなんてあるわけ？あるんだなこれが。というわけで試作中で試験が進んでいた、誉れエンジンを搭載することに決まったんだ。やったぜ。ちなみに誉れエンジンが存在しなかった場合、1000馬力のエンジンを2機串刺しに配置して、2000馬力を出して揚翼についてるプロペラを回すっていう原案がそのまま通っていたと思うよ。それはそれで見たかった気がするんだぜ。計画値2000馬力というエンジン出力を持つ誉れエンジンが積まれることになり、なんとかなりそうだったんだけどここでトラブルが起きてしまったよ。なんなんだぜ。なんとこの誉れエンジン、6000メートル上空では1600馬力しか出ないことが分かってしまったんだ。400馬力の差はきついな。なので機体設計で400馬力をカバーしようとしたよ。具体的には、エンジンカウルと胴体の太さを揃えてスリムにすることで空気抵抗を減らしていたり、主翼面積を小さくすることで高速での飛行を可能にしたりしたんだ。主翼面積を小さくすることは低速時、特に桟管時や着艦時に高速にならざるを得なく不安定になるので、前翼スラットやファウラーフラップを装備することで揚力を稼ぐようにしこれを解決したよ。プロペラは大きい直径のものを採用しているよ。これによって空母からもしっかりと発艦できるようにしているんだ。工夫がすごいな。また空気抵抗を減らすためにキャノピーが低めに作られているよ。それに関連して操縦席も低い位置にあるんだ。離陸前や滝寝具などパイロットが乗り込んで機体を動かす際、操縦席もキャノピーも低い位置にあって前が見にくいので一番前の風防の天井を開けられるようにしてあるよ。パイロットが風防から頭を突き出せるようにしたことで視界を確保しある程度見えるようになったんだ。なるほどな。でもこれだけ大きくなりそうな機体、空母に乗るのか、エレベーターとか大丈夫なのか。それが大丈夫なんだよ。彩雲の翼幅は11メートルだから空母のエレベーターにも折りたたまないでそのまま乗せられるようになっているよ。折りたたまないでいいのはすごいんだぜ。他にも垂直尾翼と方向舵の形を工夫していてエレベーターの側面に当たってしまわないようになっているんだ。他にも水力式単排気管の採用、総流翼の採用、重量軽減のための削り出し桁の採用、機体表面の凹凸対策のために厚板構造の採用などを行っているよ。開発って大変なんだな。話が逸れちゃったけどこうして完成したのが彩雲の原型機である17式艦上偵察機だよ。彩雲じゃん。って思ったけどなんか違うな。
そうなんだよ。この時点での17式環状偵察機は、カウリングの内側に冷却用の空気取り入れ口があったりして、カウリングの形が違っていたり、プロペラが4枚だったり、プロペラスピナーの形が違うものになっているよ。量産機にはない側面窓もあるんだな。増加試作11号機になると量産機とほぼ同じ仕様になるんだ。今度こそ再運だ。再運なんだぜ、これ。こうして並べてみると違いがわかりやすいね。11号機の方がスッキリしている気がして、個人的には好きなんだぜ。量産機で見慣れてるっていうのもあると思うんだけどね。こんなで昭和19年6月から量産が開始された増加試作11号機タイプの機体は少しいじられつつ、その年の9月に彩雲11型と命名されたよ。そして昭和19年半ばからそれぞれの航空隊に配属されようとしていたよ。いよいよ空母に搭載されて敵艦隊か何かの偵察が始まるのか。この時期にそんな空母と搭乗員がいればよかったですね。やっぱつれは悲しいなぁ。一応空母に乗ったことがないわけじゃなくて、昭和19年11月12日に東京湾で空母シナノを使用した発艦と着艦のテストが行われた記録が残っているよ。この時、同時に機代々色に塗装された自然界にと新型艦上攻撃機優勢のテストが行われていたりするよ。これは空母に乗った判定になるのか。乗った？ちょっとだけ。空母には搭載されなかったけれど、米軍が迫る中、持ち前の航続距離と速度を生かした偵察を行える彩雲は海軍の機体を背負いつつ陸上基地で運用することとなったよ。いらない子宣言されなくてよかったと思うので。海軍は日に日にきつくなっていく南方戦線へ彩雲を送り込むよ。南方に進出した時の有名な話で、追跡してきた F6F をその持ち前のスピードで振り切り、そのスピードに感動した搭乗員たちが、我に追いつく鉄器なしと伝心し、基地に帰った時に怒られたというエピソードはとても有名だね。テンションが上がっちゃうのもわかる気がするんだぜ。なおこのエピソードには諸説があって、伝聞が我に追いつくグラマンなしだったという説や、その鉄器がそもそも F6F ではなく P38 だったとか、いろいろあるみたい。どっちみち早かったっていうことなんだぜ。戦中に低音で彩雲に乗った搭乗員の田中光也さんは著書、彩雲の彼方へ、の中で、バンバン基地に配備された彩雲のスピードについて、濃紺の万年筆が弾丸のようにといえば大げさだろうか、と表現されているよ。彩雲のスマートな外見とスピードがうまく表現されていると思うんだぜ。各地域で彩雲は特徴を生かして偵察成功という戦果を上げていくよ。9月下旬にはサイパン島の元日本軍のアスリート飛行場の高高度偵察に成功し、滑走路が大型機の運用のために 3000m に延長されているということを明らかにしたり、トラック島を中継しながらグアム、サイパンやウルシーなどの偵察にも活躍したんだ。彩雲が日本海軍の目そのものだったんだな。けれど少しずつ彩雲は稼働機を減らしていったよ。どうしてなんだぜ。それはホマレエンジンの整備性の悪さや、速いと言っても待ち伏せされたり、空襲で破壊されたりして機数を減らしていたからなんだ。彩雲の彼方へ、の中でも、着陸時の低速時に待ち伏せされての損失があったと書かれているよ。飛行機は降りる時が一番無防備なんだぜ。南方にいた各飛行隊は、稼働機数を減らして日本に帰ってきた後、そのまま沖縄や日本近海などの偵察をするというパターンが増えていくんだ。帰国した低音は、松山の343空に編入され、騎兵隊と命名され偵察や誘導に従事するよ。昭和20年3月19日の早朝、発進した3機の低音の中の1機が太平洋の米機動部隊を発見するよ。この機はエンジンが不調になりながらも空母から飛び立った鉄器の詳細を報告。343空のオリジンである松山航空船に大きく貢献することができたよ。しかしこの機体は敵編隊と空戦に突入して敵と差し違え密艦になってしまったよ。エンジンが不調というハンデがあったとはいえ、いくら快速であっても大量の鉄器から逃げるのは至難の業だったんだな。低音はその後沖縄戦が始まると鹿屋に転属し強行偵察を行ったんだ。さて話は変わって厚木の302空、
テイト防衛を担当するこの航空隊にも少ないけど彩雲が配備されていたよ。高高度を高速で飛べるという点に目をつけた302空は、20ミリ機関砲2門を斜めに搭載した機体を夜間戦闘機として運用し出すよ。いわゆる射銃搭載機なんだぜ。戦火は振るわなかったものの敵重爆兵の攻撃に夜間戦闘機として参加したよ。また、30ミリ機関砲を搭載したタイプも1機だけ作られたよ。安藤が凄そうなんだぜ。実際どうだったか気になるわね。現地回収型とは別に彩雲は改良型の製作も進められていたんだ。彩雲の長所である高高度性能をさらに高めるため、ターボチャージャー装備のエンジン、誉れ24ル型を搭載した機体が2機作られているよ。試作段階で終戦になっちゃったけどね。スマートだったカウリング周りがすごいごつくなっていてなんだかすごいな、これは。ターボチャージャーをつけてどこまで性能が良くなったんだろうね。敗戦し戦争が終わると日本の空には平和が戻ってきたよ。終戦時には総生産機数398機の半数近い173機が本土に残っていたよ。アメリカ軍は日本の飛行機を接収して高億単価のガソリンとアメリカのエンジンオイルを使用し性能テストを実施していたんだ。アメリカの質が高い物資を使ってテストされた彩雲はなんと 694.5kg で飛行したよ。全備重量状態ではなかったにせよこの数値は第二次世界大戦中日本海軍が実用化した航空機の中でも最速で飛んだことになるよ。やはり高速性能はトップなのか。そんな記録を打ち立てた彩雲は実は、現存機が1機だけ残っているよ。そうなのか、ないと思っていたのぜ。場所はアメリカの国立航空宇宙博物館別館だよ。今はバックヤードにばらされた状態で保管されているよ。バックヤードは予約制で見学できるみたいだし英語が喋れてお金がある人は行ってみたらいいと思うよ。トラック等では投棄された彩雲が海中で見つかっているんだ。やっぱり海外か。日本には何かないのか？部品なら日本国内に存在しているよ。彩雲の垂直尾翼が何年か前、日本に帰ってきた時はびっくりしたよ。確か限定公開なんだっけな。いつか拝んでみたいものなんだぜ。長野県の民家からカウリングも見つかってたよね。あとは慰霊碑として飛脚が残っているよ。松山航空戦で敵機と差し違えた。一機の彩雲の搭乗員を弔う慰霊碑に現場から見つかった飛脚が置かれているよ。さて今回の解説いかがだったかな。初めて作ったからなんとも言えないけどこれから上手くなってくといいなと思うんだぜ。よかったらまた見てほしいよ。次がいつになるかわかんないけどな。それではまた次回、ありがとうございました。